ムリッチャカティカーは、シュードラカ作と伝えられる、インドの戯曲、全獣幕。題は日本語に訳して、土のおぐるまとも。20世紀初めに、ティルバナンタプラムで出版され、バーサの作と伝えられる13の戯曲の一つに、チャールだったがあり、ムリッチャカティカーはその内容を拡大したものにあたる。序幕において、作者を、シュードラカという詩人とし、この人物が偉大な王であったとする。 ラージャー姿勢からによれば、シュードラカの生涯を記した、シュードラカカターという作品があり、その作者の一人の名が、カーリーダーサの作品中で挙げられていることから、カーリーダーサより、前の人物とされるが、序幕は後世に補作されたという説が有力であり、実際に、シュードラカの作であるかどうかは議論の種になっている。作品は霊落したバラモンのチャールだったと、 高級友女のバサンタセーナーの恋愛を主軸とし、牛飼い、アールヤカがパーラカ王を倒す話を背景とする。裁判ものの要素もある。随所にコミカルなセリフが加えられている。インド古典劇が有名な英雄を主人公として微分の美しさを誇り、類型的であることが多いのに対し、ムリッチャカティガーはシチュエーションの転換と登場人物の性格描写に、 優れ、ユーモアに富む。また文章は、カーリダーサと異なって簡潔な表現を好む。チャールダッタはマイトレイヤに貧乏を囲つ。一方、サンスター中は、バサンタセーナーを追うが、サンスター中と共にいた定身がこっそりチャールダッタの家を、バサンタセーナーに教える。バサンタセーナーは、悪者に装飾品を狙われていると言い,い、チャールダッタのもとに、自分の装飾品を預ける。 装飾品を預けたのは、チャールダッタに再会するための口実だった。爆撃で金をごまかしたアンマが、道元に追われて、バサンタセーナーの元に逃げ込む。バサンタセーナーは、アンマが元、チャールダッタに仕えていたことを知って、彼をかくまい、追ってきた道元に、自分の腕輪を渡す。アンマは、出家を決心する。バサンタセーナーの飼っていた像が暴れて、大騒ぎになるが、 それをうまく沈めた男に対し、チャールダッタは上着を与える。バサンタセーナーは宝石と引き換えにその上着を得る。シャルビラカは、チャールダッタの家の壁に穴を開け、マイトレイヤーが持っていたバサンタセーナーの装飾品を盗む。チャールダッタの妻はそれを聞いて、自分の首飾りをチャールダッタに渡し、これを代わりにするように伝える。この装飾品で、シャルビラカは愛する、またニカを、 バサンタセーナーから受け出そうとするが、マダニカーは装飾品がバサンタセーナーのものであることを話す。バサンタセーナーはマダニカーを自由にしてシャルビラカの妻とする。そこへパーラカオがアールヤカを捕らえたという話が伝えられる。シャルビラカは友人であるアールヤカを助けに向かう。マイトレイヤが首飾りを渡すためにバサンタセーナーの遊郭を訪れる。 バサンタセーナーはチャールダッタに挨拶に行くことにする。嵐の中、バサンタセーナーはチャールダッタの元を訪れる。装飾品をめぐる事情が明らかになり、バサンタセーナーはチャールダッタと情を通じる。チャールダッタのこの老ハセーナは土で作ったおもちゃの車を嫌がる。バサンタセーナーは自分の送信具を渡して、これで黄金の車を作らせる。チャールダッタは プシュパカランダカ遊園を訪れ、バサンタセーナーにもごから来るように車を用意する。しかし手違いによってバサンタセーナーは、サンスター中の元に行く車に乗ってしまう。一方、アーリアカは、シャルビラカの助けによって牢獄から逃げ出し、本来、バサンタセーナーが乗るはずだった車に乗り込む。魚車は、バサンタセーナーが乗ったものと思い込んで走り出す。途中で検問に引っかかるが、 ケイリのチャンダ中は、シャルビラカニオンがあったため、アールヤカを見逃す。チャールダッタは、アールヤカを助ける。サンスター中は、自分の車に間違って乗ったバサンタセーナーを発見し、彼女に迫るが拒絶されたため、怒って首を絞めて殺す。サンスター中は、チャールダッタに罪を着せようとする。サンスター中が去った後、バサンタセーナーは息を吹き返し、今は、 仏教のビッグになっている元アあんまに助けられる。サンスター中はチャール・ダッタを殺人の罪で訴える。最初はチャール・ダッタを信用していた裁判官だったが、次々にチャールだったに・ダッタに都合の悪い証言が集まる。マイトレイヤは黄金の車を作らせるためにバサンタセーナーが渡した装飾品を返しに行こうとしていたが、チャールだった・ダッタが裁判所に呼び出されたと聞いて、 途中で引き返して裁判所へ行く。サンスター中ともみ合いになり、そこで服から装飾品を落とす。サンスター中は、この装飾品を奪うために、チャールだったが、バサンタセーナーを殺したと主張する。チャールだったは、バサンタセーナーが死んだ今となっては、自分が生きていても意味がないと時期になり、自分が殺したと自白する。パーラカオーは、チャールだったを串刺しの刑に処するように命じる。 チャールダッタが、まさに軽視しようとしたとき、バサンタナー後、ビクが現れて、事実を告げる。シャルビラカが登場し、アールヤカがパーラカを倒して、新しいウッチャイン王になったことを告げる。新王は、チャールダッタを、クシャーバティ王に封じる。サンスターナカが縛られて登場するが、チャールダッタは彼を許す。チャールダッタの妻は夫に遵守しようとしていたが、チャールダッタが止めに入る。 他の登場人物にもそれぞれ恩賞が与えられ、大団円のうちに劇が終わる。ありがとうございます。